すみたやチャンネル。はい、すみたやチャンネル。というわけで今回ご紹介させていただくのはこちら、ストレッチ生地のもも引きと腹掛けになります。色は3色ありまして、こちらの黒と紺と白、3色あります。そして腹掛けともも引きと、あとゴムズボンタイプのゴムもも引きの3タイプがあります。でね、こちら、伸び伸びストレッチ生地を使ってますので、とっても動きやすくて履き心地も最高になります。はい、こちらの、ストレッチ生地を使った腹掛けなんですけれども、表の生地は、ストレッチ生地を使ってるんですけれども、裏地がこんな感じで、綿の生地を使ってますので、腹掛け自体は、伸びません。ただもも引きですとかゴムもも引きとですね、同じ生地を使用してますので、色を合わせたい方は、こちらの腹掛けをご利用ください。はい、こちらのまつりすみたやオリジナルの、ストレッチ生地のもも引きと腹掛けなんですけれども、ポイントが3つあります。ポイント1、はい、こちらの生地なんですけれども、いろいろ生地探したんですけれども、既製品としては見つからなかったので、まつりすみたやオリジナルで日本国内で生地から織り上げた一品になってます。なのでお祭り衣装に最適な伸び具合を実現した生地になります。ポイント2、はい、こちらのストレッチ生地の腹掛けともも引きなんですけれども、シルエットにもこだわってます。この腹掛けともも引きの型紙を決めるにあたり、実際におみこしのお祭りですとか浜松祭りにですね、参加する中で何回も試作品を試着して、ちょうどいい型紙を作るようにしました。ストレッチ生地だから、まあ、楽々なんですけれども、やっぱり形にもこだわってみました。縫製なんですけれども、縫製は国内にあります、自社工場の方で、やっております。この自社工場でプロの日本人の職人さんのみが縫製するこだわりの縫製になってます。なのでとっても安心で信頼のおける縫製になります。ポイント3、はい、ポイント3なんですけれども、サイズ展開にもこだわりました。子供から大人まで幅広い方にやっぱり着ていただきたいので、サイズも豊富に取り揃えております。で、特に子供用の腹掛けなんですけれども、こんな感じで、腹掛けのたすき部分は、ボタン式になってますので、成長に合わせて、サイズを調整することができます。なのでお子さんだと1年か2年ぐらいは、使っていただけるので、とってもお財布にも優しい商品になってます。はい、というわけでまつりすみたやがこだわりました、ストレッチ生地の腹掛けともも引きになります。ぜひ皆さんこちらを着てですね、楽々で快適なお祭りをお過ごしください。動画を見ていただいてありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。